はい、アップルから届いたエアタグを上げていきたいと思います。小石みたいな感じですね。すごいクロームで、あれがですね、ここのところを引っ張ると電池が通電して使えるようになるんですね。接続が出てきました。接続を押してみます。今回は自転車で設定します。 Apple Watch と iPhone を車の中に置いていきたいと思います。はい、AirTag を自転車の中に入れます。車に置いてある iPhone からずんずん自転車で離れていってます。 AirTag と一緒に。これで、iPhone から離れたところで AirTag のアラームが鳴るかどうかですね。今 200m ぐらい離れているところですね。女性とかがあなたの荷物の中にエアタ他人のエアタグが入ってますよってことでアラームが鳴るみたいな、ストーカー防止機能みたいなのがついてるんですけども、これがもし自転車の盗難抑止みたいな感じで使った時に、自転車が盗まれて持ってかれた時に自転車からアラームが鳴ったら、そこでまあエアタグを見つけられてエアタグだけ捨てられちゃって自転車は持ってかれちゃうっていう、そういうのになっちゃったら、まあ全然その盗難抑止の意味がなくなっちゃうんで、エアタグはずっとこう仕込まれてるのがこう分からないまま、まあどっか自転車盗まれた先で位置が分かるようになれば一番いいんですけども、ということで今回そのアラームが鳴るか鳴らないかですね、盗んだ人に気づかれるかどうかっていうテストをしてます。で、今のところもうこの距離が正しいか分からないと2キロぐらい離れてるんですけども、全く、エアタグからアラームは鳴ってないと思います。ちょっと風が強いんでもしかしたら鳴ってても気づかないぐらいの音なのかもしれないですけども、今のところ鳴ってないと思います、つまりこの、走って逃げられた時は疲れない可能性が高いですね。車に乗せて持ってかれた時はもしかしたら音が静かでっていうのがあるかもしれないけど、今のところ音が鳴ってない、あるいは音が鳴っても気づかないレベルの音量でしか出てないっていうことになります。まあその持ち去られて3日間はアラームが鳴らないみたいな、書き込みもあったんで、でこの場所の特定の仕方なんですけども、離れたところに行ってしまった場合どうやって感知するかっていうと、他人の iPhone ですね、近くにある iPhone を通じて、その位置を特定できるようになってます。
なんでそもそも盗んだ人が iPhone 使ってたらその iPhone から位置が特定できる可能性があります。まあ、今回の検証の結果だと自転車に仕込んだエアタグが、自転車を盗んだ人に、知られるというかアラームが鳴っちゃって、エアタグだけ捨てられて自転車は持って行かれちゃうみたいなのが懸念されてたんですけど、それはなさそうですね。なんで自転車の、盗難予期というか、盗まれた場合の場所探しという意味では、まだ使える可能性がありますね。あとはどうやって検知するかの方ですね。こっちの、なんですかね、確率というか精度というかそっちが使えるかどうかなんですけども、ヘアタグ自体は仕込んでおくっていうのはありかなと思います。今度は、車ですね。車に、盗んだ自転車を積んで、現場から離れる、持ち主から離れるっていう設定で今、iPhone と Apple Watch を自宅に置いて、エアタグのついた自転車を車に乗せて、自宅からずんずん離れていってます。これで、エアタグの方に何かこうアラームが出たりするのか、あるいは、自宅の iPhone の方は画面の録画をしてますんで、iPhone の方に何か通知が行くかどうかっていうのが分かると思います。今回エアタグなんですけども、もともとその、他の似たような商品っていうのもずっと前からあったんですけども、今回アップルが出したエアタグの強みが何かっていうと、やっぱり iPhone ユーザーが多いってことですよね。今回その検知の方法なんですけども、他人の iPhone ですね、自分の持ち物がどっか行っちゃった時に、そのエアタグの近くに iPhone を持った人が通過したりすると、その iPhone 経由で、iPhone の GPS が、そのエアタグがどこにあるかっていうのを自分の iPhone の方に知らせてくれるっていう、そういうシステムになってますね。なんでその紛失したエアタグですね、それの近くにいかにそのiPhone を持ってる人が通るかどうかっていうことなんですね。他の、似たような紛失のものはそのメーカーのアプリがインストールされた iPhone が、その近くを通らないと、検知することができないっていうことなんで、無名メーカーのアプリなんて入れてる iPhone なんてほとんどいないんで、役に立つことってのはほぼないっていうことなんですけども、日本だと iPhone ユーザーものすごく多いんで、特に駅とかそういう人の多いとこで紛失した場合っていうのは、iPhone ユーザーすごい多いんで検出することができるかなと思います。逆に人のいない山の中みたいなそういうところで紛失しちゃうと、見つかる可能性っていうのはほとんどなくなっちゃう形になりますね。で、Apple の、一応説明によると、その動くものにつけるのはあまり、効かないみたいな、意味がないみたいな説明をしてます。例えばペットの犬につけて、犬がどこに行ってるか、わかるみたいな、そういうのにはちょっと向いてないっていうことなんで、ちょっと自転車の盗難に使うっていうのもそれに近い状況にはあるんで、ちょっと使い方としては向いてないのかなっていうのはあるんですけども、それが使えるかどうかちょっと今回検証してるっていうのもあります。これ、その悪用しようとすると、ストーカーみたいなことができちゃうっていうのもあって、逆にそのストーカー対策みたいなのもしてるんで、自転車のその盗難に使うのにもちょっと制限がかかっちゃって、うまく使えるかわかんないですね。ストーカー対策っていうのは、例えば、そのある女性のところのバッグの中に他人のエアタグをこっそり忍ばせて、
まあ、位置情報を探ったりとかっていうのができるようになってしまうっていうことがあるんで、そうならないようにある一定時間他人のそのエアタグが自分のお荷物とかでこう入ってるときは、まあ、iPhone を使ってれば、iPhone に、他人のエアタグが入ってますよって通知が行くようになってたり、あるいは何も持ってないっていう人でも、エアタグ自体がアラームを鳴らして何か変なもの入ってますよっていうのが分かるようにしてるっていう仕様になってるんですね。でそれが、実際のところ今こうやってこう、そうですね、あの自転車に埋め込んだエアタグを持ち去ってこう車で持ち去って移動してるんですけども、果たしてアラームが鳴るのかどうかっていうのをやってるんですけど、今のところもう結構3キロぐらい離れて、もう5キロぐらい離れてるんですかね、なんですけども、全くアラーム自体は鳴らないですね。まあ、逆にこれ、まあ、自転車につける場合ですと、その盗んだ人にこうアラームが鳴って、うん、この自転車になんかエアタグついてるなみたいな分かっちゃうのも、まあ対策されちゃう、エアタグをこう見つけられて捨てられちゃう、そうすると自転車だけ持っていかれちゃうっていうことになるんで、まあ、自転車ユーザーとしてはこれ音鳴らない方が、まあ、助かるんですけども、それが実際どうなのかっていうところですね。で、まあ、いろいろ調べたんですけども、すぐにはならないみたいなことも書いてあって、なんか3日間経つとなるみたいな、まあ、それでストーカー対策になってるのかどうかちょっとわかんないですけど、3日も経ってたらもう居場所とか全部わかっちゃってるじゃんみたいな話なんですけども、それでいいのかってのあるんですけど、まあ、自転車ユーザーの場合で盗難対策で使いたいっていう場合は、まあ音にならないで場所だけこっちが分かるっていうのが一番いい状態ではありますね。あとはこの電波がどのぐらいどういう風にこうなんていうんですかね、こう発信できるというか通じるのかっていうのが、そのバッグの中に入れた状態とか、もしかして金属のなんかこう入れ物の中に入れた状態でちゃんとこう電波が発信できるのか、場所が分かるようになるのかどうかっていうのがちょっと難しいところではありますね。とりあえずここまで来ましたけど、アラームは鳴らなかったっていう結論になります。検証としてはとりあえずここで終わりになります。一応車に iPhone と Apple Watch を置いて、画面は録画したままで動きます。じゃあ AirTag はこちらに入れて